さん、日本人は独特な精神力、まあ、いわゆる大和魂魂があったんではないかなっていうのは私もね同感するところなんですけどもじゃあこの魂って言葉は一体どういうふうな成り立ちを持っているのかってことを調べずに簡単に見ていくとこれ鬼の言葉っていう意味なんでしょうね。もしくは言葉に鬼,鬼を宿らせるとそうなるのかなあって感じはしますね。 まあけどね、えー、やっぱりこう戦いの仕方として西洋文化あそして東洋文化大きな違いがあるとしたらやっぱりねうん西洋文化とかそれから大陸の文化っていうのは日本以外の戦いの仕方なんですけどもやっぱりね合理的なんでしょうね。だから勝つためにはどんな策も労するし不意打ちをして少数で寝首をかくとかね情報戦でスパイを送り込むとか騙すとか。 な、うん、りすますとかゲリラとかうん確かに日本にはゲリラっていう言葉がないですよねで名前を偽って味方になりすましてみたいなのが横行するわけなんですよでもやっぱり日本ではそういう戦い方だまし討ちってのは卑怯とされますよねだから日本の戦い方ってのはまさにね不可解なんですよ正々堂々と名乗りを上げてこれから攻めていくぞみたいなことをね言うわけですからあやっぱり向こうも警戒しますよね敵もね でもやっぱりそういうことをすると。そうすると、リメンバー・パール・ハーバーはいわゆるね、世界標準の戦い方に合わせた。つまり、不意打ちをして、まあ、真珠湾攻撃して、で、後からね、戦線不足だみたいなこと言うわけですからね。うん、まあ、あれも春ノートみたいなのが入ってね、いろいろと期限があるんで、一言では言えないところがありますけどね。まあ、それで高度経済成長で、なんで日本が成長したかっていうのが今回のテーマになりますけども、これはひとえに、運なんだと思います。<laughs> 日本は徹底的に叩きのめされて、このまま日本弱体化計画を GHQ がおすすめしようと、推し進めようとしたところ、なんとですね、朝鮮半島で朝鮮戦争が起きるんですよ。そうなると、アメリカ本土からいちいち物資を作って運搬してっていうのは大変だということでね、日本に武器の供給ができるような施設を作ろうということになったわけですよ。それで日本の各所に アメリカ軍の駐屯地を作ってね。ということで、朝鮮戦争は、あ西側と左東,東側か、東西冷戦のきっかけとなる代理戦争になったわけですけども、いわゆる日本がね、代理店に指名されたんでしょうね。近いし、ちょうど朝鮮半島を取り囲むように、この字型にできてますね、弓の字に。まあ、だから日本はそういった意味で、えー、兵器の生産とか、戦争に必要な食料とか、 衣服とか、こういったたものの生産拠点にされたんでしょうね。いわゆる軍需産業のまあ走りなわけですよ。でこれが運が良かったかなっていうのはまたもう一つあってあのー、日本の船舶は戦争で徹底的に民間船まで叩きのめされてねもう船がなかったんですよね。であとね飛行機も一定期間作ることを禁じられていたんですよ。で日本の工業っていうのは選択と集中で言うならば車に一点集中できるようになったんですよ。 でですんで車産業は日本がものすごく強かったというこれも運ですよねそれからというもの車に関わる産業っていうのが日本でものすごくね栄えたんですよねそれこそアメリカでもドイツでもかなわないぐらいのナンバーワンになりましたそして壊れにくくて誰もが乗れてで飽きにくいセンスデザインこういったものが洗練されたわけですよねで小さな自動車会社は吸収合併を繰り返して えー、大手、トヨタ、日産をはじめとする大きな会社に集まっていったということもあったんでしょうねそう考えていくと戦後の日本というのは人に言われたことをそのまんまみんなでやることに強かったつまりは戦前からあった全体主義を今度はね経済という面に当てはめたらものすごくピタッといったんでしょうねここで自由主義的な経済発展とか個人が儲かればいいっていうものは完全に排除されて みんなが大変な時期なんだからお前も頑張れよみたいな言葉をみんなでね本当にその通りにやったんですよだから団体戦も結構強くって野球とかサッカーってものすごく進歩したと思うんですよねまあみんなが頑張ってるからチームメートのためにやるとかねそれこそファンのためにやるとか、まあ、そういった美しい言葉があっちこっちに散らばったわけですよで商売でいうとお客様のためにとかね世のため人のためにとかね散歩をよしとかウィンウィンダーとかね ギブアンドテイクだみたいな感じで今に至るわけなんですけども。でも、これからの時代、組織や集団全体主義では全然通用しなくって、まずは自分が勝てるかどうか、自分自身を養えるかってところが全ての出発点になるわけですよね。で、自分を養える人、自分をちゃんと食わせていける人を組織に迎えたいっていう形にはなるんですけども、でもやってみるとね、一人で生きていける人って本当に少ないんで、 その採用がすすごく難しいんですよ会社の方も。本当は人は欲しい人材は欲しいけども人員しかいないというね人員ですだから人員で事足りるような安い単純労働には人を当てるけどもでもそうなると労働者がつまらない面白くない働きたくないってことで日本の衰退ってのは一気に起きてきたんじゃないかなと思います。つまりでですすね日本ははみんなで同じことをるるのには向いてるけども 個人のの力、裁量にに任された瞬間にもすすごく弱いってことなんですよ。だからね前回もお話しましたけども吉田さんはね独立して5年間借金返しながら本当に毎月毎月売り上げ作ってすごいなと思いますけども考えてみたらね自分を食わすのは当たり前じゃないかっていうところにたどり着くんですよこれね私も同じ思いなんですけどもあの本当にね会社に属さずに給料をもらわずに自分一人の力で お客様のサポートをしながらね集客をしながら商品を絶え間なく作りながらすごいなっていうのと同時にいやこれ当たり前だろうっていう気持ちもあるんですよ自分が生きていくのになんでねどっかの誰かの会社の一員にならないといけないんですかとそもそも自分がちゃんと集客できて売り上げを作れるんだったら組織は必要ないじゃないかってことなんですよだからねどうしても 社員になれない非正規だっていうことがネガティブに語られがちですけども、いや、俺たちはもっと非正規だよって話ですよね。非正規どころか、その正規社員を雇ってみたら、こっちが危ないというね。ほんとそういう形なんですよ。だから正規社員っていうのは、それはそれで、うん、なんか正規社員になれてよかったねっていう感情はあるんですけども、その正規を、正規社員を雇わされる経営者の気持ちになったら、この人の負担はいかばかりだろうかと。 時には家族をかなぐり捨てて、赤の他人たる社員のためにね、働かないといけなかったり、で、社員は経営者に義務ばっかり落ち着いてくるんですよね。経営者なんだから、社長なんだから。給料が出ないのどういうことだって。はっきり言って給料が出ないのは、お前が売り上げを作んないから、お前が集客をしないからって。腹の底から吉田さんも言いたかったんじゃないですか。うん。なんでお前は俺じゃないんだみたいなね <laughs>。まあ、これもだから、運ですよね。 運っていうのは、まあ、読んで字のことしなんですけども実はすごく非合理的な言葉なんですよだって科学的じゃないですよね運なんてバロメーターがないしどうやったら運をよくできるのかどうやったら運が落ちるのか全く分からないんですよでもどんな真面目な現場にも運が良かった運が悪かったって言葉は必ず入ってくるんですよね運なんてのは神様が与えたようなねその訳の分かんない概念ですよもしかしかたら、 悪魔が人間ににいいろんんな言い訳をさせるために差し込んできた言葉なのかもしれませんでも運っていうのは誰もが感じるように確実に存在するんですよねそれを扱えないけども運によって助けられたり運によって泣かされたりいろんなことがあると思いますちょっと出かけようと思ったら雨が降ったこれも運かもしれませんしねうっかりして財布を泣かしたこれも運が悪かったのかもしれませんたまたま自分が生まれた時に戦争だった運が悪いのかもしれないですね でもそうなると私たちはとってても運がいい時代に生まれてまれせんか今こうしてる間にもある外国の都市では包囲されて水も電気もガスもなく情報もなくいつまで生きていられるんだろうかもういっそのこと殺してくれ周りではいろんな人が死んでいって埋められるようなそんなね余裕もないショッピングセンターに行ったらそこが空爆に遭い劇場に避難すれば劇場ごとやられてしまう。 何なんでしょうねそんなそんな現実が今この瞬間にもあるのに私たちは何を休憩してるんでしょうかね何を余裕かましてるんでしょうかね1円でも多く稼いでそしてそのお金をしっかりと使って経済を回して豊かじゃない人を少しでもなくすことが自分の力でできるならそしてそういう人がもっともっと増えるならば 不況ななななんんてものののははこの世の中になくなるはずなんですよ高いものが買えない売れ残るそういった現実をこの世の中に作っていて売れないから所得が低いっていう人がなんでできているのかなんで近所の店が潰れてしまうのかなんでその近所の店をもっと利用できなかったのか自分の収入の限界があるからなのかいろいろ考えたらね本当うん答えの出ない袋小路に入っちゃいます。 ある人に言わせれば、戦争っていうのは軍事産業を儲けさせるためにやるもんだって言いますけども、そもそも、軍事産業が戦争を起こして消費や生産を繰り返さないと、経済が行き渡らないっていうその枠組みの方がおかしいんじゃないかなと思ったりするんですよね。そうなると、人が楽しんだり、夢を見たり、ちょっと贅沢をしてみたり、美味しいものを食べたり、快適な環境を味わったり、恋愛をしたりっていうところに、軍事産業で消費する以上のお金がかかるんだったら、 ももうすででにに軍事産業でお金を消費しななななくくてて大丈夫になっていいんじゃないかなとつまり経済を回す私たちの働きが足りないから戦争という人の命がなくなっていくことによって大きな金額が動くみたいなね妙な形になっていくんじゃないかなと思うんですよね。うん、まあ陰謀論者っていのいつの世も出るわけですけども陰謀が世の中にはびこるのも結局は自分が不幸なのは誰かに操られているせいだとかね。 悪魔が来て自分の運を操ってるんだというふうに悲観論から出てくるのかなと気もするんですよね、まあとにかく運っていうのは非合理的なんですけども確実に存在するとは思うんですよねだったら何をやればいいかわかんないけどもとりあえず雑誌で死を待つよりも少しでも運が良くなるようなことをしてみるということも一つなんですよそして運がいいなと感じるのは動画をたくさん撮るとたまたま動画を見てる人から連絡があって その中の何人かが自分の商品を気に入って買ってくれるというこの運の良さがどんどん積み重なっていくってことなんですよ、まあ、ですんで運の引き寄せの法則があるとしたら自分がアウトプットを繰り返すことじゃないかなと思うわけなんですよねそして動画アップロード本数が1万本2万本になっていくと、まあ、自然とね数千万から数億円という金額が自分のところに集まってくるもうそこまでくると意図的に運を作ってるわけですから 運も実力のうちっていう風に言えるんじゃないかなと思いますね。それでは今回は運についてお話ししてみました。いってらっしゃい。